小川年安は、広島県出身のプロ野球選手。大阪タイガース創立時の三番打者、正捕手、戦死したプロ野球選手の一人。結婚後の生命は、吉田玄に安。1二十七年、前年春選抜を制した高良中学の保守として、春選抜は、田辺武夫と、夏の選手権は、八蘇川豊とバッテリーを組み、さらに打線も山、山城健造。 三浦義夫、中尾治村を揃えて、高齢野球部史上最強チームと言われたが、連覇を狙った春は、小川翔太郎の和歌山中学に、夏も水原茂らのいた高松商業に、決勝で敗れた。翌1928年も、春夏連続出場したが、いずれも、初戦敗退。続いて、翌百二十九年春は、中尾、佐々木光都野村実に、 後ち境内、阪神と同僚となる、平松と夫らがいた、強力打戦だったが、決勝で、第一進行商業にまたしても敗れ準優勝。小川最後の夏、高齢は、実業家に招待されハワイ遠征。小川は、夏の大会出場を嘆願したが、聞き入られず遠征に、参加。約2ヶ月の間、有料試合を行う。さらに帰国が新学期に間に合わず、問題となり、 翌年の選抜は1に漏れた。結局小川は5期連続甲子園出場して3度、準優勝、という、珍しい記録を持つに至った。保守として知られるが、甲子園では、投手としても数試合登板経験がある。1930年、慶応義塾大学に進学。水原や宮武サブローラとバッテリーを組み、また強打の4番として、スター選手となり、 慶応義塾大学野球部サイドの優勝に貢献。1931年の春季リーグ戦、有名な80カワボーク事件が起きた、対民第2回戦での先制ホームランは、王子愛の初回カウントノースリーから打って出た、一撃として知られる。相手投手は、同窓の田辺武夫だった。同春季の総計戦2回戦で、三原治にホームスチールを観光された時の保守でも、あった。 リーグ通算65試合に出場し208打数58、アンダー1本塁打打率279。名保守としての知名度だけではなく、6大学を代表する美男子とも言われ、いわゆる KO ボーイで女性人気も非常に高かったという。同年、初めて来日したレフティーグローブ、ルーゲイリュック、 ラベイ大リーグ選抜チームと対戦する日本選抜チームの保守にファン投票で選ばれ、正保守を務めた。1935年12月20日、この年創設された大阪タイガースと契約、入団、背番号2。翌1936年、プロ野球リーグが開幕。この年は主に3番を任され、チームトップの打率、342を記録。 誰も撃てなかった巨人、沢村栄治のホップする豪速球を大根切り打法で攻略するなど活躍した。同年秋召集され、翌1937年1月、東京中野の第一電信連隊へ入隊。戦地での小川1944年に中国で戦死したとされる。正確な死没地や死没の状況などについては不明。出生後、 小川が帰還しないため選手として認定されて記録されたものと考えられている。沢村栄治が最初の招集で中国戦線から帰還し、プロボクサーの笹崎と対談した記事の中で、戦場では戦友が次から次へ死に全然野球のことは考えていなかったが、野戦病院で小川と愛野球を思い出したと答えている。 沢村が中国にいたのは1938年4月から1939年8月までなので小川は少なくともこの頃までは生きていたことになる。なおこの記事では小川を現在大阪タイガース所属と記している。小川の墓は神奈川県横浜市鶴見区の総持寺にあり、墓名には昭和19年7月11日と小川の命日が記されている。また、 東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに、小川の名が刻まれている。妻は、吉田隆で、明治の大実業家増田公の孫娘、初代小田原市長の増田信代の娘にあたる。鷹は、増田公の目掛で信代の母、滝の姓だった、吉田姓を引き継ぎ、小川を婿として迎えていた。そのため小川の結婚後の姓は、吉田であり、墓にも吉田年安の名が刻まれている。 相持寺の墓には妻も葬られており、小川の死から62年後の2006年に亡くなっていたことが、母名により判明している。ありがとうございます。